大阪府第19区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。1994年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。中選挙区制度時代は中国に属していた。口述の通り、大阪府下では公明党と選挙協力している選挙区を除き、 自由民主党の公認候補が得票数1位で当選したことがない唯一の選挙区である。小選挙区制度以降初となる1996年の第41回衆議院議員総選挙では新進党が擁立した松並健志郎が当選。続く2000年の第42回衆議院議員総選挙で松並は保守党へ移り同党の公認を得て、 選挙戦に臨み、再選された。しかし、第43回衆議院議員総選挙では、民主党の新人である、長安豊が小選挙区で、初当選。松並は、保守新党の公認候補として、選挙に臨んだが、党は、各ピレーブロックに候補を擁立しなかったため、議席を失った。大阪府南部での民主党公認候補の小選挙区、 当選は17区の西村慎吾以外に例がなかった。長安は、その後、郵政民営化が争点になった2005年の第44回衆議院議員総選挙を呼び、政権交代が争点になった2009年の第45回衆議院議員総選挙でも当選した。しかし、2012年の第46回衆議院議員総選挙では、日本維新の会が、 新人の丸山稔高を擁立。自民党も、元参議院議員で同党の参議院幹事長も、務めた、谷川修繕の次男、トムが立候補し、長安との三つどもとなったが、大阪府下を中心に吹いた日本維新の会への追い風に乗る形で、丸山が小選挙区で当選。長安、谷川もに重複立候補していた、比例近畿ブロックでも議席に届かず、 落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙でも丸山が小選挙区で再選。接戦で敗れた谷川は比例復活で初当選を果たした。一方、長安は得票数、得票率ともに前回よりさらに落とし、比例復活もできず落選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、 民進党が希望の党への合流並びに、日本維新の会との間で、大阪府下の小選挙区に、候補者を擁立しない協力を受けて、民進党から希望の党に移籍した長安は、兵庫県第11区へ国外出馬となった。前回の候補者のうち長安以外の3人での争いとなり、丸山が谷川に、約8,900票の差をつけて参戦を果たした。 2021年の第49回衆議院議員総選挙では2019年に訪問先の北方領土で不適切な発言をして日本維新の会から除名処分を受け NHK から国民を守る党に移籍した丸山が不出馬日本維新の会は変わって2017年まで大阪府第11区から立候補していた伊藤信久を擁立谷川と この選挙区に戻った長安と三つどもえとなった。結果は伊藤が谷川を約1万6千票秒の差で制した。本選挙では大阪府内の選挙区にて自民党は日本維新の会に全敗したが谷川は比例近畿ブロックにおける自民獲得議席の最後で比例復活を果たし大阪13区で比例復活した胸木横一と比例単独2位に 登録されて当選した、柳本健の二人と共に議席を守った。第49回衆議院議員総選挙10月31日、大阪府第19区時の内閣、第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、30万4908人最終 投票率 53.、53.96%第48回衆議院議員、総選挙10月22日大阪府第19区時の、内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、31万1807人、最終投票率、 47.08%第47回衆議院議員。総選挙12月14日。大阪府第19区時の内閣。第2次。安倍改造内閣解散日。2014年11月21日公示日。2014年12月2日。当日有権者数。30万5283人。最終投票率 51.。51.06%第46回衆議院議員。 総選挙12月16日大阪府第19区時の内閣野田第3次改造内閣解散日2012年11月16日公示日2012年12月4日第45回衆議院議員総選挙8月30日大阪府第19時の内閣麻生内閣解散日2009年7月21日公示日2009年8月18日 第44回衆議院議員総選挙9月11日大阪府第19区時の内閣第2次小泉改造内閣解散日2005年8月8日公示日2005年8月30日第43回衆議院議員総選挙11月9日大阪府第19区時の内閣第1次小泉第2次改造内閣解散日2003年10月10日公示日 2003年10月28日第42回衆議院議員、総選挙6月25日大阪府第19区時の内閣、第1次森内閣解散日、2000年6月2日公示日、2000年6月13日第41回衆議院議員、総選挙10月20日大阪府第19区時の内閣、第1次橋本内閣解散日、 1996年9月27日、工事日、1996年10月8日。ありがとうございます。